パー層から取れる獅子は人を奈落の底に突き落とす死の薬である。だが清水の名、界隈の土地や利権を支配しているヤクザ者で、六兵衛の叔父越後屋平助と取引を行っているという。悪しきつながりを断ち、広がりを止めねばならない。こだまそうとはいい商売よな。何かいた気がしたんだが、何かいた気がしたんだが、何かいた気がしたんだが、なんじゃ？血が騒ぐわい。なんじゃ？
越後屋はどうして？その旦那様からことづてを預かっておりまして、急な用件でそちらには行けなくなってしまったんで、申し訳ねえが今晩のところはお引き取りいただけねえかと。獅子は、児玉荘はどうした？それが、そのてめえ、覚悟はできてるんだろうな。さて、続きを聞こうかい。